くぞ。通るぜ。通らして。そんなもんねーの方がいい。アポはねーけど用ならあるぜ。なんだり君は倒せるんですか。ほい、キック、 PKO。 なんというマザー。 PK って何の役なんだっけ。あー、またノックバックしちゃう。こいつ強いぞ。あ、やめて。初めて眠らされるこのゲームで。キャー。よしよし、タロイもやるでないか。ヒールタッチ。タロイもは、1個下がりたい。つまりこうこう。自分で回復しとこう一応。が一切ないのかな、タロイモ。なんか、あの、装備か何かで技覚えたりするんかな。経験値入ってないもんね、タロイモ。あ、戦闘よ、避けたらまずいかな。なんだ君は。なるほど、お話はできないと。ドーベルマン。なんということでしょう。ちょっと待って、逃げる。ほっほっこんなことじゃダメかな。これ倒さなきゃいけないな。え？お兄ちゃん、なんと、ちょっと大変っすわ。こっちは？自分は何もしないっていう。うん、ちょ、読ませろ。投げナイフな。え、待って、これ詰んだんじゃないの。これ倒せなかったら終わっちゃうよ。無理だよ無理だよ。なんだこれは。大体なんか一緒だね。こっち行き止まりか。あ、いや、上があるや。ちょっとセーブ。わあ、セーブ回数めっちゃ増えそう、ここ。あ、降りてきちゃった。ああ、そっかそっかそっか。
上と下しかないのか。よし、上に上がる。よっしゃ大丈夫なの？こんなんでボス勝てないよね。うん、でも誰一人勝てないんだけど。あ、でもこれだったらいける。よしよし。うわこれは？あ、そっか、登れないのか。あー、トイレ行ったらまた人来そうだな。あ、でもなんか今のとこ怪しかったね。なるほど、これで上に戻れるのか。ああ、なるほどね。わかったわかった。あ、ついでだから左行けばよかった。ちょっともう一回、左行かせて。左。違う、こっちやる。こっち。なんだろう。犬じゃないなら。犬だった。犬をよこすなし。ブラインド下がってるけど、なんかある。どうしよう、本当に色が倒せないんだけど。あ、そっか、投げナイフとか使えばよかった。とか、投げナイフトリック忘れてたね。どうしよう。よし、行くしかない。とりあえず重ならないようにしたい。なんだ、人間の方やんなきゃいけないんだ。今初めて知った。っていうか、今初めて倒したからだけど。そっか、よかったよかった。ちょっとセーブしとこう。すごいセーブしちゃう。なんかセーブ回数出るとさ、なるべく少ない回数でクリアしたいみたいな謎のゲーマー心が出るのは何なんですかね。プラズマスパークってなんだ。デートのお誘いかな。よし、行きますか。というわけで、人間の方を狙わなければならないようです。2発か。ふぅ、よかった、倒し方分かって。あ、思い出した、体型を変えようと思ったんだけど、これいいかな。ボスかな。ボスっぽい。あれ？行き止まりだ。なになになに。あ、プラズマスワーク、そっちなんだ。アイテム。体力が上がる。体力、落ち着けた。ここなんだっけ、知力か。よし、お話。
ファイル？あ、待って待って待って、なんとかただし、クルゼイザースとの抗争で死亡。長男、アキラと妹の香りはちびっこハウスに引き取られる。田所正。お父さんの名前か。渡辺五郎。シンデルマン博士の助手。シンデルマンってなんか名前ひどいな。渡辺のお父さんだよね。行方不明なんだ。反体制を訴えるグループとして結成。初代リーダーは松井健一。あ、そうなんだ。へえ。特にリアクションはないんだ。機密ファイル。そっか、本棚とか調べてないな、そういえば。これ座るか。お、あ、え、今、え、ちょっとありがとう、よかった。え、じゃあ座ってなかったらあれだったね。よかった、座って。っていうか、ちょっと待って、ん？行ってないところってどこだっけ？こっち？あ、これだ。わー、松井健一だっけ。マッサンいたらもう怖いもんなしですな。わー、急になんかぬるゲー感になったよわー、よかったー。うん、でも君たちは弱。 RS。 あ、飛び道具。斜めを貫く光線。へえ。とりあえず近くのやつからやるか。強すぎるレーザーとは風景読んでくれないよね。はあ、強化パーツ。もうちょっとでレベルが上がる。アキラ HP 低いな。おお、おお。どうしよう。結構強いかな。あー、見てなかった。セルフヒールしとくか。セルフヒールじゃない、ヒールタッチで。パンチをしたいのだが、よいしょ。よしよし。めっちゃ来るよー。カットするよー。よし。ん？ジェネラル？ガードマンとは違うのかな？違う人っぽいな。稲妻マッパー。アキラは回復。と、ヒールタッチ。
この人素早さ相当早いね。やっと倒した。ホーリーゴーストなんだろう。あーめっちゃ大変だった。天使の反撃、いろんな攻撃に反撃、反撃いいね。なんもないな。ん？ああ。あ！やばい。わーお。わーお。話しかけたらまた来るかな。ロックされてる。 ID がないと入れない。よし、で行きましょう。ジェネラル大変そう。また倒したー。セーブする。お？ナンバー W1 構造渡辺タイプ2014。2014年なのもしかして。今2017年ですが、あ、忘れてた。知らないけど淡々と働き続けてる。構造渡辺タイプ2014。渡辺さんが作った OS っていうことかな。液体人間はロボットの血液のようなもの。あの流体アンドロイド、本当はまだ背中が未完成で目がむき出しなんだな。これがでも今日はデートだから残業しないで帰っちゃうんだな。これが背中が目か丸だし。なんだこりゃ。ビップルームの ID はなんでそんなこと思ってんの。ちょっと待って、メモる。 F49F 開いた。え、待ち構えられてる軍人。なんだ貴様、兵はどうしたのだ。山崎、知り合い。おインコ。生きてるのに死んでるもん。左上の人が喋ってんのか。ああそうなんだ。へえ。この人黒幕だったんだ。まさかインコがそんな重要なキーワードになっていたとは。液体人間ロボット W1 号。タロイモ。あー背中がむき出しってあれのこと。背中むき出し、なんかひっくり返すみたいな技あったね、そういえば。背中から行ってみるか。そのひっくり返す技がどの辺、どの程度行くかだよね。
うーわ、マジ？ちょっと待って、わあ、ちょっと待って、ちょっと待って、無理無理無理、か。なるほど。うわ、え、どういうこと？完全に私ゲームオーバーになる気満々で今やってたよ。どういうこと？自滅じゃん。息子？もしかして渡辺さん？息子はちびっこハウスで元気にしてるか。うわあ。だね、最低。陸軍が相手じゃ分が悪い。タロイモ、あ、帰ってきた。やつに手を貸してるのは陸軍総司山崎。あの人が山崎さん。てか、総司が山崎さんっていう、きっとね。やはりブリキ大王なのか。これはやるしかないようだな。ブリキ大王で大丈夫？無理なの？やっぱり。ちょっと待ってよ、なんか嫌な予感するよ。行く？ちょっと待ってよ、ダメだよ。うん、やっぱそういう重い病なんだ。でも、賛成しないな、私は。いや、無理？昭和の男に無理なんて言葉は通用しない。男も泡沫、無理を通してみせる。
渡辺くん。お酒飲みに行っちゃったんだ。そんなことないよ。てか液体人間になるっていう話じゃなかったのね。らしくないな。精神力を高められるもの。精神力を高めるもの。あれ、あ、嘘。最悪。ちょ、わーん。え、俺が助けるってどういうこと？あ、妙子さん。まずこんな時にお酒飲んでるよ。水かぶってこ。妙子さん、燃え、便器が燃えてる。妙子さん、どこ？あ、いた。え、カヨリンもかよ。ん？いないよ。え、あ、こっち？いないけど。いた。大丈夫？生きてる？行こう。危ない、崩れちゃう。急いで。